なんかうちって昔からさ、感情の最大値が真顔なの。わかりますか？なんかさ、なんか嬉しい時も悲しい時も辛い時も、なんかいつも俺さ、ずっとな、感情が最大値まで高ぶった時に真顔になるわけよ。僕が小5とかの時にね、なんか小6のなんか先輩が、僕の小学校で人数少なかったから、1個上の先輩とすごい仲いいみたいな感じの小学校だったんだけどもね、まあちょっと微妙なみたいなところあったんだけどもさ、僕小3ぐらいから浮いてましたんで、まあちょっと微妙なみたいなところあったんだけども、お世話になった先輩が卒業するってなった時も、僕たちの学年はほんともう、なんか教祖死んだっていうぐらいな不適切な表現だと思いますけど、北朝鮮のさ、首相大統領なんて言ったっけ、先代の北朝鮮のさ、トップがさ、亡くなった時にさ、なんかさ、すごい泣き崩れてる民衆みたいな感じでさ、なんか本当にそれ本当の映像みたいな感じであれあったじゃないですか。そういう民衆かってぐらい僕の学園泣いたわけよ。一個上の先輩が卒業した時に教祖が死んだみたいな感じで、それで俺もめっちゃ悲しかったのよ。僕一個上の先輩に、ね、好きな先輩とかいたからさ、その先輩と離れ笑いになるんだとかさ、なんか僕も小6になっちゃうんだとかさ、そういういろいろ悲しみで、すごい悲しみの最大値に達した瞬間、僕真顔になるのよ。真顔なのうちだけ。他の友達がみんな泣き崩れてる、なんかうちだけなんかずっとなんか電車待ってますみたいな顔してるわけよね。本当に僕電車待ってるフェイスはよくあって、面白い時めっちゃ面白いなっていう時も僕真顔になるよ。めっちゃ一番面白いじゃんってなった瞬間に僕でもう電車待ってるフェイスになるわけよ。最近このさ、真顔になる瞬間の弊害みたいなものがどんどんあって、それかさ、最近さ、僕ちょくちょく外撮影とかさ、コラボとかさ、もう多分一生もしないんだけど、いつかでもなんかコラボ撮影とかの時に、ね、結構この弊害が出るっていうか、俺だけ笑ってない時があるわけよね。なんか俺だけなんかずっとなんか寝ちょーってなんか、みたいな感じの顔してるとき、ケンゴくんとのさ、コラボとかもそうなんだけどさ、なんか俺やっぱさ、声出して笑わないわけよ。サイクロさんもケンゴさんもすごい声出して笑ってくれたし、僕のバディである自己さん見たことなんか黒ひげみたいな笑いがするから、声出して笑うっていうことをすごいしてくれるんだけども、俺だけなんかさ、人生で声を出して笑うってことをしてこなかったからさ、俺の感情の最大値は真顔だからね、山手線通過しましたみたいな感じの顔しかできないから、声出して笑えないわけよ、僕。なんかそれってなんかさ、YouTube 上でコラボとか撮ってるときなんかすごい一人だけなんかすかしてるみたいな感じに映るときがあって、てか俺そういう YouTuber よくいんなって、なんか一人だけやっぱり声出して笑わない子、自覚とかサイクロンさんがさ、裏方なのにさ、ガーガーガーって笑ってきたからさ、うちだけさ、っていう笑い方して、気持ち悪い。まあコラボ動画とかあんま撮んないからまあいいかなと思いつつ、ってかさ、コラボ動画でもう一個さ、不満があるんだけどもさ、俺の好きな YouTuber を俺のこと見てね理論で言うとさ、なんで俺がコラボしたくないかって、コラボするとなったら、女性 YouTuber とコラボしちゃったらなんかさ、僕の中さ、七折り猫背が悲しんじゃうかもしれないからさ、今をときめく僕も見てる男の YouTuber となんかコラボとかになるのかなと思って、マミヤデンガーさんどうしたって思ったかもしれませんけど、マミヤデさんはちょっとあれじゃん。マミヤデさんを女性と思ってないわけじゃないですからね。ごめんなさいね。そういう失礼な話じゃないですからね。でもあの人彼氏もしじゃん。え、若いじゃないよね。マミヤデさん、ちょっと待って。ワンチャン、マミヤデさん若いじゃないよね。ちょっと待って。気まずい、気まずい。マミヤデ。小林が最近舐め腐っててさ、お湯の湯ってなんか下にあんのかなっていうぐらいなんかすごい小林が湧いてるんだけども、この前小林に舐めたことされて、俺起きてる時、俺起きてるんだけど眼球に小林が止まったの。これ、下が俺だったかみたいな感じで。しかもさ、俺は俺でもう小林慣れすぎてなんか眼球にさ、小林が止まったらさ、パンピーのお前らだったらもう、おおみたいな感じになるから、眼球に小林潰すみたいなことするかもしれないけども、僕ほんとも最近微動だにしなくなっちゃって、小林に。もう小林のいる生活みたいな、小林のある日常みたいな感じで、こう眼球に小林が止まってもなんか、あ、死体のお気持ちみたいな感じでなんか冷静なのよ俺。ごめん持ったけど。待って、マミヤで彼氏別れた。あ、大丈夫大丈夫、新しい彼氏とは何もまだ何もないですね。あ、懐かしいなこのマミヤでさんの。マミヤでさんがさ、1個前か2個ぐらいのさ彼氏と別れた時にさ、僕が動画でクソいじようかなと思って、もう、え、別れたのみたいなこと言おうとしたら、その次マミヤでさんのその彼氏と別れました報告でマミヤでさんみたいに泣いてんのよ。あ、気まずい、やばい、そんな空気じゃないんだって。なんでユーフェスとかさ、なんか YouTuber の祭りごとにさ、なんか女 YouTuber がさ参加しないかっていうとさ、ユーフェスとかを盛り上げてる、男の YouTuber って、やっぱり男の YouTuber しか見ないわけよね。女性のその YouTuber とかさ、美容系 YouTuber とか見ないから、なんか俺みたいな視聴者層がほぼ休止で女子っていう謎のこのチャンネル、俺って本当にミキポンチャンネルなんだけども、だからこそ俺がコラボしたいなって思ってる YouTuber を俺のこと見てないのよ。ケンゴくんも俺のことなんで当然見てないし、引っ張ってこうかと思ったもんね。ヤカタブレの動画で僕さ、あ、待って、眉毛こんな太くなかったっけ？まあ、いいか。ヤカタブレの動画でなんかさ、ケンゴくんがさ、あ、七尾ってさ、長尺が伸びた YouTuber でしょ。縦動画は出してないんだよねとか言ってきて、もうビンタするよって思ったんだけど、まあ、クソほど出してます。あ、本当にこの人見てないんだ。だからでもこういうことになりやすいのよ、やっぱり。男女比91で女子の YouTuber ってやっぱりこういうなんか居心地の悪さがあるわけよね。活発な YouTube 全体を盛り上げてますみたいな感じで男の YouTuber が確実に俺のことだけ見てないのね。だから非常に気まずいです。もうめっちゃもう自覚的とグチ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 言いましたわ。ケンゴさん俺とコラボするくせに俺の動画全く見てないんですけどみたいな。俺スクワットとコラボするってことで僕スクワットの動画500本ぐらい見ましたけどね。僕の姉がなんかすごいスクワットケンゴくんのファンになってましたね。僕の姉ってスクワットのケンゴくんとカウアン岡本が好きなのね。よかったよ、ケンゴくん。です、何の話だっけ？面白い時もなんかさ、悲しい時も真顔になって、なんか電車待ってるフェイスみたいなことを決め込むんだけどもさ、あと辛い時も僕真顔になるわけよね。辛い時って何かと言いますと、ジムとかでもさ、僕すごい真顔になっちゃってさ、なんか、あみたいな感じでさ、完璧は言うかもしんないけどさ、俺さ、辛ければ辛くなるほど真顔になるわけよ。
ってなんか急に覚醒したみたいな感じになるわけよね。あのさ真顔だからまだいけるかなみたいな感じでトレーナーさんがもう10回みたいな感じで回数増やしてきてぶっ殺し、俺の真顔はマジで緊急事態宣言だから今やってるジムって僕15回コースみたいな感じで予約したのね。で今さ明らかに15回超えたわけよ。でも当たり前のようにあじゃあ来月この日でお願いしますねみたいな感じで今さ18回ぐらい行ってるんだけど、まさこれさ15回コースは終わりましたよっていう宣言なくで、なんか当然のようにさ16回17回18回をさ当たり前ですよみたいな感じで予約させて、でコースを超えた分の都度払い払ってくださいねって後で言われるのかな。俺それが心配で、え、ワンチャンまだ15回やってないのかなっていう希望を持ってまだ15回やりましたっていう宣言されてないからね。でも明らかに15回超えてんのよ。このまま僕引っ越そうと思ってるからさ実質食い逃げみたいな。え、でもそれ悪くない？15回コースだって言ってんのに勝手に16回気に入りませんわ。長野の動画見てくれた？あれあの祭りの動画ね。うん、あの祭り本当に面白くってさ、なんかあんな人が来てくれたみたいな感じでオフ会みたいな感じで楽しかったんだけど、ちょっと祭りを怪我した感じもあるんだけども、この祭り参加した人間で打ち上げみたいなやつがあったんだけどもさ、俺そこをぶん回してきたわ。俺本当に酒強くてよかったなっていうかさ、もう本当にそこの長野県民の祭り、もう知り合いなんて一人もいないし、俺以外の人間はほぼ全員知り合いみたいな感じでね、俺だけが予想のなのよ。なのに僕その飲み会最後までいたからね、飲み会の掃除までやらせていただきましたからね。本当に優秀、本当に優秀な肝臓っていう感じで。でもさ、それがなんで生き残れたかと言いますとさ、やっぱり僕のコミュ力以上にな、なんか YouTuber が参戦してるっていう噂がちょっとその打ち上げの時には広がってたのね。だからちょくちょく俺の周りで You are my special。俺が一人でビールをかっくらってる間になんかさ、なんか四方八方からあれが七尾っていうクソ YouTuber らしいじゃん、あれが東京から来た迷惑 YouTuber だみたいな感じで、ケースマリーの化身よみたいな感じの噂がちょこちょこあって、そのちょこちょこ聞こえたなっていう陰口が聞こえた瞬間に僕はビールを持ってそこに行くわけよ。はいどうも噂の迷惑 YouTuber です、ビールどうぞみたいな感じで、それでゲラ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 笑わせていただきましたわ。本当に面白かったですわ。なんで僕はその祭りに参加したかって、もう一個目的があったっていうか、その祭り多分その篠宮のお偉いさんもいるのかなと思って、だからその篠宮のお偉いさんにこれ七尾立派な YouTuber でございますみたいな感じで、なんか名刺でも渡して、長野県の仕事をお願いしますみたいな感じで、なんかそういうなんか営業みたいなことしようかなと思って、ウームでそういう営業何もしてくれて、ウームがそういう仕事取れないから僕自分でやるしかないと思ってね。だから僕おのでの力でなんかさ、その名刺でも作って渡そうかなと思って、一人なんかお偉いさんみたいな人がいて、打ち上げ室内だったんだけどサングラスかけてる人がいて、長野県民の分際でサングラスだと思ったら、そういう人もずっと俺のことをね、遠くからなんかさ、あ、YouTuberだって言ってたからさ、ちょっとビール持ってね、あ、YouTuber でございます、ヘズマリオでございますみたいな感じで言って、そしてビール注いでる時にね、あ、なんか長野県のお仕事お願いしますよ、篠宮の仕事ありますか、お願いしますよ、僕 YouTube っていう仕事してましてって言ったらね、その人が仕事趣味の間違いだなって言われちゃんと言われた。まだその文明の方、令和の時代にその文明の人まだいるんだと思って、僕も正直YouTube のことあんまり仕事と思ってないっていうか、俺自身も多分 YouTuber が YouTube のこと仕事って言ってたら趣味だなみたいな感じで言うかタイプの人間なんだけどもさ、初めて言われたと思って、YouTuber で多分こうやって悔しい思いをして初めて社長さんとかまだ盛り上がっていたんだろうなって、なんかその世代の YouTuber 第一世代の苦しみみたいなものを僕初めて感じましたね。クッソ田舎もんがーつって。でもね、ほんと長野県見てすごいよ、同じ酒を注ぐ速度が半端なくって、俺一口飲んでコップの中のビールがこれくらいになった瞬間に注いでくんのよ。値を言わせてどうするつもりっていう感じに思いましたね。しかもこれ俺が若者だからやってるわけじゃなくって、ジジイがジジイになんかビール注ぎまくるわけよ。ジジイが一口飲んだらまたそのジジイについでみたいな、おいジジイ死ぬぞ、おいジジイ死ぬぞって俺叫びそうだった。でさ、一個面白かったのがさ、なんかさ、俺の父親って結構ドヤ顔でさ、なんか俺この地域のお偉いさんなんだみたいな感じでね、この地域で俺のことを知らねえ人間はいねえみたいな感じで、ね、結構ドヤ顔かますわけよ。この地域は俺が仕切ってるみたいな感じの顔して、ここで一番の金持ち俺だみたいな感じの顔してるんだけどもさ、だからこそ俺さ、その飲み会で知り合いが一人もいなかったからこそ自己紹介どうしようかなと思って、自己紹介でさ迷惑系 YouTuber やってますみたいなこと言うのもなんだし、僕YouTube やってますって言った瞬間に田舎者たちがさ、なんか僕のことを七尾って検索したらさ、一番上に出てくる動画これだぜ、デキンクラウベ。だから僕のお父さんの名前が吉彦だったとしたら、僕吉彦の息子ですって言ったらなんか話通じるかなと思って、そのお偉いさんたちにね、すいません初めましてですよね、僕吉彦の息子でって言ったら、あっ誰も知らない、俺の父親のこと誰も知らない、本当に俺の父親で期待外れなんだよね。ここら辺の畑を持ってるのは大体俺なんだよとかさ、この地域で早稲田出たのは俺くらいだな、ちょっとした有名人なんだよみたいなことずっと言ってたのにさ、それでさ俺がさ吉彦さんの息子ですって言ったら、ああ僕のお父さんってなんかさ、お土産みたいなものをすごい大事にするっていうかさ、祭りが始まる前に打ち上げがあるってことを聞いてたから、その打ち上げで飲み用の酒みたいなものをその家からその打ち上げ会場に僕持ってったのね。でもさ、こんなのさ僕が言ってもさ、東京から来た知らないさ迷惑系 YouTuber がさ急にさ焼酎なんて渡せばさ、なんか毒物混入みたいな、毒物混入疑われるから、これ俺が言っても多分受け取ってくれねえぜって思って、だからそしたら僕のお父さんが、いや大丈夫、俺の息子だって言えば通じるからって言ってきて、でそれで打ち上げ会場に行って焼酎渡して、あーすいません、吉彦の息子なんですけどこちら吉彦からってこちら焼酎ですって渡したらさ、吉彦。あ、もう。
みんな猫耳になってく。中野県民全員猫耳。あの、5年前ぐらいのマスカラでございます。強くなれた、だらだ、素直になれるかな、なんつってね。もう最近の僕のツイッターのタイムラインにはもうね、ジェシーのアンチしかいませんわ。結婚するならグループ抜けてくださいですって。何これ、どういうことなの？あ、靴なんてあるんだ。靴なんて履いてましたっけ？あの人、断頭台の人。あ、断頭台のアウラね。初めて言いました。はい、断頭台のアウラのコスプレをしてます、今僕。夢見るために生まれた。おぉ、ジャストサイズ。その打ち上げ会場で、なんかずっと僕なんかチラチラ目が合うなっていう男の子がいて、男の子っていうか、まあ全然俺は年上だったんだけど、俺は2個ぐらい上で、あの若い衆っていう感じだったんだけども、あの、ね、ちょっと、何見てるの？なんかその子がチラチラ目が合うなと思ってたら、その人のお兄さんみたいな人がさ、なんか、おい、お前、喋りかけてやるよみたいな感じで、なんか俺、なんか、チラチラその男の子に言ってて、何、チラチラ、こっち見てんの？ぶん殴るよって思ったんだけども。そしたらなんかその子、YouTube やってるらしくて、その子も。長野県民に YouTuber か？と思って、ゲーム実況チャンネルやってましたわ。宣伝していいかな？あの、同じ祭りに参加したこの、YouTube チャンネルを僕、宣伝していいかな？宣伝したら迷惑なのかな？この子でございます。馬娘の実況を主にやってる子で、まさかこの動画で宣伝されるとは思わなかったし、長野県一緒に盛り上げていこうね。ねえ、どうしたらいいのこれ。待って、これどうやって、待って、これズボン脱げない？ズボンの脱ぎ方わかんないんだけど。よしよ、脱げた。怖い。やめてみないで。やべ、汚い汚い汚い。長野県のアジア料理屋でバレるって事件もあったんだけどさ。何これ、どうなってることなの。アウラ、アウラ、アウラ、ちょっとみんなアウラって検索して。あ、待ってよ。へそ出しもしかして。俺へそ出しは NG よ。あ、すいません、失礼します。ちょっと待って。待って、待って、親が泣く、親が泣く、親が泣く。長野県仕事が来ない。そりゃ趣味だって言われちゃうわ。YouTube が仕事？趣味の間違いだな。つってお前。顔しよ。あ、こんにちは。こんにちは。これソックスか。まあ、いらないか。待って、こんな露出激しかったっけ、あの人。フリーレンえ、上もっと着てたよね、ここら辺。もっと着てたよね。え、違うよね。待って、なんか、こんな、待って、髪の毛はここぐらいまで来るのは祈るだけです。あ、てかそのアジア料理屋でバレたからじゃないけどさ、そのアジア料理屋ね、なんか僕と父と姉の3人で行ったんだけど仲良しかと思ったかもしれませんけど、やっぱり YouTuber の特技としてあのバレた瞬間ってめっすぐわかんのよ。あ、今気づかれたかって、うん、これ多分 YouTube やってる人しかわかんないと思うんだけど、その誰あの視聴者が僕に気づいた瞬間ってのは本当に一瞬でわかんのね。すれ違う人間が俺のことに気づいた人間と気づかない人間、本当に一瞬でわかるんだけども、奥の店員さんの女性がキッチンに入ってる店員さんが明らかに僕に気づいた瞬間があったわけよね。それであ、バレたと思ってね。しかもそのお店見て、なんか壁にめっちゃサインあって、アントニオ猪木とかのサインとかもいっぱいあって、え、もしかして僕もそこに並ぶみたいな感じで結構緊張感あったんだけどもさ。で、そこでバレたなと思った状態で僕はサムギョプサルを頼みまして、バレること言ったら何のあのストレスも感じないタイプの人間なのでね。なんならあれファンサとかもすごい、ファンサっていう言い方すごい嫌だけども、なんか自分のリサのことファンっていうのは本当に未だに僕あのあれがなんかあれがあるんだけども、ファンサで言うとさ、ちょっと今回のさ、あれも困ったものでございますけどもさ、今回のテラレのあの祭りもさ、ファンサには自信あるわけよね。もうずっとなんか会った瞬間に、ああちょっと写真でも何でも撮りますよ、だからサインでも書きますよみたいな感じですごいブルーって言えるんだけどもさ、今回のテラに関しては僕ファンサってやっぱりさ5秒10秒ぐらいで終わるわけ。写真撮るから長くて30秒みたいな感じのファンサが多かったんだけどもさ、今回のテラに関してはもうずっと言うのよ、僕のリスナーが。あ、七尾だってバレて、そしたらそのテラで僕がワッシュワッシュやってるところに七尾だって気づいてくれて、いてくれるのは嬉しいんだけども、その声出して僕が神のファンサをするわけよね。 ありがとうございます、わざわざ来てくれたんですか、ありがとうございます、写真撮りますね、イエーイ、あ、サインくんですか、はーいはーいって神ファンサをして、ふーってなったらまだいいのよ。普通に道で知らせがあったらさ、じゃあねみたいな感じでなんか別れることができると思うんですけども、今回の寺に関しては僕がずっとその寺のところにいるもんですから、僕のリスナーもずっとその寺にいるわけよ。僕のことをずっと見てるわけよね。ファンスタしたとて終わんないのよね。こんなやつにファンがいると思うなよ。フリーレン、こんなんでしたっけ。え、こんな露出激しくないよね。違う。最悪。そのサムギョプサルの店員さんもさ、なんかずっと僕のことをなんか他の店員さんに布教してるんだよね。まあ、わかんのよ。話しかけていいのかなみたいな感じの会話かわかんないけども、なんか一緒になんか上司なのかしら、男の先輩になんかさ、スマホ見せて、あ、絶対これ俺の動画見せてると思って、話しかけてくれたら嬉しいんだけどさ、なかなかやっぱり仕事中だからこそ、もう僕に気づいてくれた女性もなかなか僕に話しかけてくれないわけよね。でもこちらは話しかけてもらう気満々よ。気づかれたってことがバレたんで、もう YouTuber モードみたいな感じでね、ちょっと目合わせちゃったりしてね。なんてことやっちゃって、覚えてますね。かゆい、やめて。バイオの動画でも言ってるかもしれないですけど、僕の姉って本当に恥ずかしい姉だから、もう本当にこの姉と一緒に、あー、心霊現象。この姉と一緒にいる姿は本当に見られたくなくって、僕に気づいた店員さんもさ、アナオが女と飯食ってるみたいな感じでさ、ツイートし始めちゃったらちょっとあの、めんどくさいかなと思ったから、本当に今すぐ声をかけてくださいね、みたいな感じでね。強制の劇にめっちゃ山頂が挟まるんだけどもね、いつでも声をかけてもらえるように、一口食うごとに、ほんとブルーンって歯磨いて、この女が彼女じゃないっていう弁明をする気満々だったし、謎にウーロンハイとか何杯か注文して来てくれた段階で声かけてくれるかな、みたいな感じでさ、ずっとなんか謎の注文とか結構してたんだけども、もうプロ
根性で、やっぱりバイト根性で声をかけるってことしなかったよ。しないんかいっつって。ずっと歯に挟まった班長、三長を問いながら声かけてもらうの待ってたんだけど、結局声かけてもらえなかったのね。で、それで、よし、じゃあ会計するかってことになって、僕と姉が店を出て、僕のお父様が会計した瞬間に、その店員さんが僕のお父様に向かって、あ、すいません、七尾さんのご家族ですかって聞こえて、会計してる僕のお父さんに言った。いやー、いや、いいんだけどね。いいんだけど。そのアジア料理屋の女性のオンラインくじとかもさ、なんか7回ぐらい買ってくれた方らしく、すげえ嬉しいと思ったんだけどさ、僕のグッズを7回ぐらい買ってくれてってことはさ、僕の動画もなかなか見てるってことじゃん。だったら僕が動画でめちゃくちゃ僕の父親のことをブロスしてるってこと知ってると思うわけよね。だからさ、僕のそのバイトの女性もさ、僕のお父さんと会話しながらさ、あ、これが例の七尾のお父さん、あの例の毒親かみたいな、毒親じゃないけどね。こいつが例の父親かみたいな感じで思ってたかなと思ったらすごい気まずい。その後なんか僕のお父さんが窓から僕のことを呼んで、ありがとうございますみたいな。また僕結局店に戻ってありがとうございますみたいな感じでね。だからなんかその女性がなんかウーロンハイなんか奢ってくれたらしいよ。ありがとうございます。うん、断頭台の7は本当に嬉しかったです。本当によくこっちのファンやってね。てかオンラインくじと言ったら話が戻るんだけどさ、今回のオンラインくじ僕さ結構さボロクソ言ったじゃないですか。あの1位になりたいんですねみたいな感じでね。なんか僕にはライバルがいて、本当にそいつがめっちゃもう本当にめっちゃ上で、そいつのことをぶっ殺す勢いでみたいな感じでめっちゃくちゃ俺動画でいたと思うんだけどもさ、なんでこんなのぶっ殺すみたいな感じで強い発言をしたかと言いますと、そのオンラインくじウームにいるユーチューバーほぼ全員がやってるもんだと思ったね。ウームの登竜門みたいなね。僕グッズ断りまくってたからさ、そんな僕が思い起こしを上げてやったそのグッズだからこそなんかみんなやってるもんかなと思ったら、そのオンラインくじやってるウームでそのオンラインくじやってる YouTuber が5組ぐらいしかいなかったのね。モノバレこいつに勝ちたいと思いますみたいな感じでぶっ殺してやる、俺が勝ち目してウェイみたいなことを動画でまくってたんだけども、ライバル誰だったのか本当にもうモノバレ最悪。同志者出てこれよ結局。あ、待って、まだあった。おいしょ。同じ道を選んだらごめんだけど。あ、足が壊れてる。足だ。フリーレン。おばあちゃんは僕の動画絶対見ないでくださいね。この動画の感想を送ってきたら、おばあちゃん殺すからね。なんかそのアジア料理屋でバレたことによってなんか僕の姉が興奮してきたっていう、ごめんなさいね、こんなこと言いたくないんだけどさ、なんか有名人の家族だっていう意識を持ってなんかはしゃいだのか知りませんけどさ、なんかずっとなんか大変なことになってきましたねみたいな感じでなんかさ関係者ずらしてきて、なんか YouTuber のあれすごい嫌だった、ね、私たちもう本当に大金持ち一家よみたいな感じのさなんか態度取ってきて、なんかさ俺の YouTube での稼ぎをさ当然自分も使う権利があるみたいな感じの口調で、え、お前に金あげねえかな言っておきますけど、ずっとさ俺家族の前でさ YouTube の話するの本当に嫌だからこういうことやってるからね。YouTuber モードと家族の前モード切り替えなくちゃ僕なんか嫌だなってことを何回も言ってんのに、それで今回なんかさそのバレたことによってなんか姉がはしゃぎ始めてずっと YouTube の話すんのよ。七尾はこれから YouTube どうしていきたいのみたいな感じそれ嫌だって俺何回も言ってるよね。アゼリューゼだ、アゼリューゼ服従させる魔法、いやー助けてよ。魔力の総量が変わってきましたよ皆さん。いやさ早々のフリーンでさ見てみたんだけどさ、アニメめっちゃ面白いからこそ原作見てみたらさ結構原作早々のフリーレンってさ、なんか最終回を迎える気あんのかなと思うときない？俺、そういうアニメもう見てらんないんだよね。最終回を想定してない1話完結系のアニメみたいなものをもう見る体力ないのよ、俺。てか、寿命がないの。スパイファミリーとかもそうなんだよね。最終回迎える気あんのかねみたいな感じで。1話完結ものってさ、なんか全部の幅がさ、ちゃんとさ、最終回を迎えるまでの必要なまであってほしいわけよね。だから俺一番好きなアニメ、D グレーマンから言わせてもらうとさ、今からこのアニメを好きになったところで、最終回を見られるかどうかってさ、結構怪しいとこあるじゃないですか。え、俺が生きてる間に完結するのかなみたいな。だからこそ、なんか最終話に行かせようとしてないアニメを見る気はもうなくなってきちゃって僕。スパイファミリーも今もうちびまる子じゃないですか、あれ、ね。このさ、皆さんさ、自分の方が上だと思ったら、相手が隠している能力があって、それで相手の方がまさかの上で、なんか自分のプライドがへし折れるみたいな感じの経験したことありますか？なんかさ YouTube やってるとそれちょくちょくあるんだよね。 YouTube ってやっぱり給料がちょっとみんな結構わかんないからこそさ、なんか俺さ YouTuber 同士なんかさ給料僕結構自分の最高月収とかベラ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 言っちゃうんだけどもさ、相手よりも給料多いだろうなと思ってその自分の給料言ったらさ、あ、意外とそんなもんかって言われることが結構あんな。彼氏いません彼女いません系のさ YouTuber だからさ、同じ感じでさ、俺も本当にさ家族とか作ってなくって、今の日本で家族作るなんて頭が悪い人間ですよねみたいな感じの話をしようと思ったらさ、そいつは実はいや私本当は恋人いるんだよねって言い始める瞬間があって、あぜりゅうぜをくれました。YouTube では独り身だけど実は彼氏いましたとか彼女いました系の話って僕速攻で僕マネージャーの実家住みに言いふらかすんで、はい、僕の前であんまり話しない方がいいよ、恋人隠してる人間俺全部言ってるから気をつけなはれやっつそう